In this week's Tokyo Fashion News, a new collection from Uno et l'Etoile. A book launch party for Junko Koshino. Girls Award Summer Night. Tokyo Fashion News Collection. Shiena do Uno is well-known Japanese personality Uno Kanda's wedding dress brand. Uno Kanda recently released the new Uno et l'Etoile collection. シェーナ・ドゥーノのセカンドブランドということで、ポップで、キュートな、それにプラスアルファ大人ガーリープラスしたものにいたしました。例えばこちらなんかもローズがすごく好きで、たくさんいろんなローズを作ってきたんですけど、手書きのローズをプリントしまして、ストライプの柄をこう組み合わせてみたりですとか、こちらもそうですね、こちらはチェックなんですけれども、ただこうチェックだけですと、ちょっとカジュアルに仕上がってしまうところ、ちょっとお花モチーフとかそういったものと混ぜている。こちらもドットですね、ドットとお花とパールを散りばめてみたりとか、このようにオーガンジーのところにグリッターですね、光グリッターをあしらってみたりですとか、甘々ではなくて女性の強さみたいなものがちらっとこう見えるような、そういったコレクションになっています。 Well-known model Yukina Kinoshita also made an appearance. オーガンジーの生地で、色でシルバー紙でこう全部まつってるところですよね。でこうキラキラ輝いて、そしてあとビーズを中に入れて、そのふんだんにオーガンジーを使ったそのお花のモチーフ。3年前にうのさんのドレスのファッションショーに呼んでいただいて、その時に結婚する時は絶対うのさんのドレス着たいですって言って、それが叶って、しかもまたこのイメージモデルとして選んでいただいたので、すごく嬉しい気持ちでいっぱいでした。まずこのドレス自体がもう着たら、ガーリーでもあって、でもちょっと女らしさというか、大人の女らしさっていうのも兼ね揃えてるドレスだと思うので、これ着ただけでガーリーと女性らしさっていうのがすごくミックスされるような自分になれるドレスだと思います。 I love Fashion TV. I love Fashion TV. Fashion TV.Designer Junko Koshino recently published a book about her mother, Ayako Koshino, titled Jinsei Korekara ya. Many people celebrated the book's publication at its launch party.デザインをしました。沖縄の宜野湾で、その花火去年と今年もやったんですけれども、やはり室内で花火が見れるって素晴らしいと思うので、まず花火を見せたいということと、それに合わせてやっぱり夏は浴衣、浴衣を着て花火を見ましょうという、そういう背景にですね、人生これからやというお母ちゃんが口癖だったそれを本にしまして、そういうお披露目やら、やっぱり日本人はこう元気で、やっぱこういった明るいことをやらなくちゃいけない。
this is DJ Aya. I'm playing at Junko Koshina's party today in Mayukata. Tokyo は花火が中心になったとかいろいろあったわけですよ。やっぱり花火見てやっぱ感激しますからね。それをなんとか感激の、まあ、お裾分けというかね、とにかく皆さんに夏の一日を楽しんでいただこうという企画で。ボンソワール、クニコです。楽しいですね。今日はもう日本の夏祭りのような感じをホテルの中でというとても贅沢な夜です。はい。And of course, this being Junko Koshino, there was a fashion show. 今日はね、ちょっとパンクです。もう大変キッチュでパンクです。お楽しみ、もう終わらないぞみたいな感じ。やっぱ日本人のパワーこんなよっていうようなことをやりたい。Summer Night was recently held at the popular club Vanity, which is located in Tokyo's Roppongi region. Everyone, and that's models and the audience alike, all had a great time. 私、バニティ自体が初めてだったんですね。こう話では聞いてて、素敵な場所だっていうのは知ってたので、行きたい行きたいと思ったんですけど、今までの DJ ライフの中で一番最高のパフォーマンスができたかなと思います。今日、グラビアアイドルからデビューさせていただいたので水着を着るということで水着を着て回す。前回ですね、アガールザードに出させていただき本当に楽しかったです。で今日もこのクラスパーティーに来させていただいて本当に大好きな音楽バスが流れてるんで楽しいです。Popular artist Mohombi made an appearance. Yeah, so it's my second time in Tokyo. I'm having a good time, enjoying it. And yeah, Japan is embracing me with a lot of love, and I'm here to give it back to them. I wanna boom bang bang with your body, yo. You're watching Fashion TV, yo. Hey everybody, my name is Mohombi, and I love Fashion TV. Dance floor soldiers, I salute you. And there was a surprise birthday party for model Melody Yoko. Yay, it's my birthday! I'm totally surprised! 超びっくり!全然今日誕生日お祝いすることって全然してなかったのでもう本当に嬉しいです。皆さん来てくれてありがとうございます。Fashion TV, it's Melody's birthday. How do you make a party like this? I don't know, but all you can do is have fun and live life. It's so awesome. Thank you for coming and I hope you enjoy this video. Live performances help to make this one great night. もうすごいおしゃれな女の子がたくさんいて、女の子ばかりいるイベントってあんまりないと思うので、みんなで女の子同士で楽しくワイワイできたらなと思います。話ではすごく聞いていた通りの素敵なイベントだなと思いました。Hey everyone,
I'm Melody Yoko and I love Fashion TV. Fashion, events, parties, and celebrities. It's Tokyo Fashion News. The real Tokyo, only on Fashion TV. See you next week.